日本の総選挙が終わりましたね。なんと自民党、ボロ負けです。まあ、負けですね、本当に。191。当期も衝撃を受けました。200いくのかなっていうところから、200もいかなかったっていうですね、さらに連立を組んでいる公明党も8議席減らして、あの、24という結果に終わってますね。ちょっと と驚きですね、これは。あのー、もともと自民党っていうのは、選挙前はですね、247議席あったんです。まあ、一大勢力だったんですね。まあ、安倍総理の時から安定政権が、まあ、ずっと続いていたんですけれども、ここに来てぐらつき始めましたね。まあ、あの、岸田総理がですね、あの、支持率が低い中、一向に選挙を打たなかったっていう、 ものが一気にしわ寄せが今来てしまったかなというところがあるのかなと思うんですけれども、あの、247あったところが、まあ、現在191しかないと。これはですね、えっ、ー、と、勝ちラインっていうのは過半数、単独で取ることなので、過半数は233議席です。つまり、本当だったら自民党は233自分たちだけで取りたかった。けれども、誰もと、 当選はしたんですけれども、191人がどうにかかろうじて当選をして、えー、そして、えー、もう、減ったと。えー、そして19、191っていうのはもう233のライン全然到達できない。えー、さらには、公明党ですね。あの、公明党も、元は32あったんですね。32議席あったところ、28、え、24です。失礼しました。24に減ってます、公明党も。だから、 足しても全然届かないっていう、ま、どうなるんでしょうね、今のところ石破さんはですね、あの辞めないと、辞任する行為はないと、本当ですかね、これ辞任案件ですよね、えー、さらにその幹事長とか <laughs>、いろいろ彼の周りにいる人たち、見誤りましたね。国民は今、悲鳴を上げてるんですね。生活がもう苦しくなる一方なんですね。 日本っていうのは結構税金高い国なんですね。さらにインフラ、あの、交通料金え、出るのも高いです、実は。えー、ガソリンもですね、まあ一応政府が一応補助金出して少しを安定させてると言ってもですね、高いは、ものは高いわけですね。だから、もう高いのに、なんかもう、 政治家たちだけいい思いしてなんで税金払ってるはずの国民がこんなに苦しまなきゃいけないんだっていう怒り、叫び、泣き叫んでる様子が見えないんですかね感じないんですかねもしその一般の気持ちがわからないんであれば即政治家はやめるべきですね。あのやってる意味がない。あのその国の政治家はその国の国民のためにやるべきなんですね。それが彼らの第一の仕事なんですね。 え、そ、ところがですね、その国民の声が一向に聞こえないんであれば、もう、潔くやめてほしいですね。あの、はっきり言えばですね、政治家になる人、トーキーが思う政治家になってほしいっていうのは、苦労した人です、本当に。もう、なんか社会に揉まれて、苦労した人こそ、政治家になるべきで、そして、さらにその苦労した後に、 政治家になって、そのお金で1年間ぐらいは大学レベルの勉強をしてもらうとあ。もちろん、そのちょっとは頭の面積であった方がいいのでですね。えそして経済のことを知ってほしいですし、世界のことも知ってほしいから、そうやって折り合いをつけて、さらには、まあ、対等に話せるぐらいの度胸のある人ですね。まあ、そのぐらいの人が出てきてくれたらいいなと思いますが、 そしてあの連立を組んでいる公明党ですね。なんと代表の方が落選しました。さらに副代表も落選したという。まあ、恐ろしいことが起きてますね。公明党には。まあ、深手を負ってしまったということなんですけれども。なんかあの大阪あたりでいつも維新の会と公明党はもう、もう喧嘩してるんですよね。お互いに同じところに立たせて、 で、維新が、まあ、とりあえず、その地元で強いっていうところがあって、まあ、維新が全部勝ってしまったっていうところで、まあ、ボロ負けなんですよね、公明党は。もともと公明党は、まあ、政治の下になんかその宗教が絡んでるんで、本当は存在してはいけない党なんですけれども、なぜか自民党は連立を組んでいたと。今回解消する絶好のチャンスなのに、石破さんであるがゆえに、 なぜかそれを続行すると。まあ、自分の首がどこまで持つかと。 石破さんとしてはですね、一日も長く首相の座にいたいと。さらに、これからどんどん外国との、その外交が待ってるので、そこにも出かけていきたいっていう思いがあるのか、自分が、まあ、できるだけ今の自民党をまあ安定させたいと口では言っても、自分を安定させたい。<laughs> 自分が首相でありたいということはあるんでしょうね。だけれども、難しいのかなと思いますね。あの、もし、えー 過半数以上行きたいんであれば、本当に他の野党のどこの党でもいいんで、連立組んでくださいと。まあ、頭下げるしかないですよね。でも、その頭下げたからって相手がいいですよというわけはないので、例えば国民民主党、今回躍進しましたね。ものすごく、あの、票を伸ばしてですね、え、国民民主はですね、 4倍増えてますね今、28議席取りました。本当は 30, 30議席ぐらい取ってたって言われてますね。31ぐらい。ところがですね、立候補する人数が足りなくて、他のところに結局当選させてしまったと。えっと、それがですね、実は公明党にも入ってるんですね。国民民主であるべきの票が、国民民主の立候補者が足りないんで、公明党も一つ、それもらってます。国民民主から。つまり、 公明党は24に減ったんですけれども、実は23しか、まあ、当選してないってことですよね。さらにボロボロだったっていう。まあ、びっくりしましたね。これはね。だから、自民党は本来ならば公明党切った方がいいです。なぜならもう10年以上公明党の議員からですね、あの、その自民党の内閣が発足したら、 国土交通大臣っていう洋食につけてたんですね。ずっと公明党なんですよね。不思議なことに。国土交通省って、ダメですよ。あれ公明党に明け渡したら。つまり、地震大国であり、災害大国である日本のインフラを牛耳ってるのが国土交通省なので、日本人が苦しんでる大雨だとか、台風が来たとか、地震だ、火山が噴火したっていう時に、公明党ってはっきり言えばパンダの国の使いっ走りですかね、あれ。 <laughs> パンダの国の顔色を伺って、あらゆる、ま、日本、例えば自民党だったり、他の与党でもいいです、野党でもいいですけれども、これ日本国民のためになるっていう、そういった法案をことごとく潰してくるような、大変なとこ、一度はトヨタ潰そうとしましたからね、最近ですけども。あれにはちょっと東京は頭に来てるんで、許すことはないんですけれども、トヨタって言ったらもう日本の宝ですよ、あれ。世界を、 やっぱりトヨタにしか頼れないって世界の人が思うぐらい、今の EV 車ってまだまだなんで、トヨタの HV っていう車はやっぱり HV の仕組みってのはトヨタしか今作れないって言われてるんで、あれ潰そうとしたんですね。国土交通省は。国の基準よりも厳しい検査をしてたからって、ちょっとよくわからないことで文句言ってたんですね。 日本の会社っていうのは極力ミスをしないように頑張るんですよね。人の命がかかってるっていうところを重要視していて、だからトヨタも厳しく厳しく検査していくわけです。この時にきちんとブレーキがかかるかとかですね、どれだけ命が救えるかっていうところで頑張ってるのに、厳しすぎるってことで文句つけて、なんかもうトヨタの方が謝ってたんですけど、謝る必要ないと思いますよ。あれ国が悪い。国が悪いっていうか国土交通省、公明党ですよ。 あい、あの人たち悪いですよ、本当に。あの、そういうところはですよ。まあ、他はいいかもしれませんけれども、悪いところは悪いんですよね。だから、さらにですね、はっきり言えばあの、パンダの国の EV 車なんて、あの、缶オケですよ、あれ、走る缶オケ。あの、まあ、バッテリーが悪くてですね、一気に燃え上がることがあるわけですね。バーッと。で、その時になんとですね、電気自動車なんで、開かなくなるんですって、ロックがかかって。ロックがかかって開かなくなって、中で焼け死んでしまうわけですね、運転手が。 だけど、それを少しでも、あの、燃えるのが、な、燃え始めるのを長くするって言って、3分長くしたとか発表してるんですよ。これありえないですよ、日本では。こういう車走ってはいけないんですけれども、どん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 入れてるでしょああいうのダメなんですよ。で、なんかトヨタとかそういうの潰せば、あの、そういった、 パンダの国のものが入ってくると思ってるかもしれないけれども、一度日本のクオリティを知ってる日本人がそうそう買わないですよ。韓国の車にしたって、中国の車にしたって全然売れてませんからね、一般には。全然浸透してないので、まあ、諦めてほしいなと思いますけれども、さらにその中国人とか他の国の人々が、 国際免許証、つまり自分の国で免許証を取ってたら、車のですね、車の運転免許を取ってたら、それを国際免許に切り替えて、まあペーパーなんで簡単に紙で書いてもらって国際免許って持てば、日本にそのまま観光できてもう簡単に日本の免許証に切り替えることができるんですね。これを簡単にしたのが公明党です。これはっきりと X にポストされてるんで、あのー、わかりますけれども、もう <laughs> やりたい放題ですね。つまり、日本の標識が読めないのに、 日本語も読めないのに、その鉄の塊の車を走らせてるんですね。日本中で、日本の免許証として。さらに、観光客としてホテルの住所で撮ってるんです、それ。で、さらに、日本はジュネーブ協約、契約っていう、ジュネーブ条約に加盟してる先進国の一つで、例えば、中国の運転免許証では10カ国しか運転できないんですね。だけれども、日本の免許証に切り替えた途端、 途端に100カ国で運転できるんです。これね、トーキーは、実はアメリカで運転免許証を取りました。アメリカで運転免許証を取って、日本に帰ってきて、日本に切り替えた時に、簡単に切り替えられたんです。だから、わかるんです、その気持ち。日本の免許証って、世界最強なんです。パスポートもそうだけど。びっくりしました。えこんなんでいいんですかって思わず聞いたぐらい。 で、案の定、当機は日本の標識が読めないし、危なかったんです。本当に。で、アメリカと日本行ったり来たり行ったり来たりしてた時は、どっちも運転してるんです。アメリカでも運転するし、日本でも運転するし、みたいな。アメリカではマニュアル車、主に。日本ではオートマみたいな感じで、運転はするんですけれども、アメリカのはわかるんですよ。一応、 アメリカで撮ってるんで。まあ、アメリカ簡単だったんですけど、簡単に撮れるんですけど、でも一応は基本は読めるわけです。だけど日本に帰ってきた途端、怖いんですよね。運転するんだけども、標識が読めない。だから一方通行なのかなみたいな、よくわからないまま運転してるので、ある時一大決心して、日本の免許学校に通って、運転免許を取りました。とっても大変だったんです。日本の免許証を取るの、 本当に大変で、その、聞いたことのない日本語がいっぱい出てくるんですね。教科書に。さらには30万から40万ぐらいかかります。日本円で。それなのに、外国の人たちには簡単にペーパーでパッと切り替えられる。1日で切り替えられるんですね。だからこれもですね、今すぐやめてほしいなって思います。まあ、まとめると、日本の政治家になるんであれば、 日本の国民を第一に考えることができない。それが見えない人であれば、政治のセンスがないので、即やめていただきたい。っていうことだけを、まあ言いたかったですね。まあこれからですね、日本の政治ちょっと面白いですね。もうごっちゃごちゃごちゃごちゃしますよ。で、その、岸田石、岸田の流れを組んだ石破さんが叩き潰した、まあ旧安倍派ですよね。 まあ、高市、萩生田、西村、えっ、ー、と、セコ、このあたりと、麻生太郎っていう、まあ、ドンがまだいるわけですね。さらには、モテとかですね。このあたりは、多分、もうその中で、反石場で組むと思うんで、ちょっとごたごたするのかなって思っています。で、一週間後には、まあ、トランプ対カマラ・ハリスっていうので、陶器ずっと見てて、 あの、ビヨンセが出てきたんですよね。カマラハリスの応援で。この人、本当に強い心臓持ってるのはすごい度胸だな。DD 事件であれだけ取り沙汰されてるのに、堂々とですね、カマラハリスの応援に出てきて、私は政治家でもないけれども、ここに私は一人の母親として立っています。まあ、ビヨンセ子供産んでますから。で、だから、同じ女性を私は強く押したいみたいなこと言って、まあ、拍手喝采なんですけれども、 な、続々と芸能人、アメリカの芸能人たちがカマラハリスの応援に駆けつけるわけですね。つまり、DD 事件のことをうやむやにして、DD がもう逮捕されたから、それで手打ちにしてあげるよと。あとは、私たちが尻拭いしてあげるから、言うことを聞いてねって言って、カマラハリスの応援に来てねって言ったら来るわけですね。ものすごい権力っていうのを与えられるわけです、芸能人って。結構、なんかその、なんか、噂では、都市伝説では、地下に 大きなトンネルが走ってて、そこ自由に行き来できるから、アメリカのあらゆる場所に簡単に道路の渋滞に巻き込まれることもなく行けるんだよとかですね。その地下にはたくさんのお店もあって、そこでは飲み食い、買,い買うものは全部無料、ただで芸能人はできるんだよとかですね。そういった特権を与えられてるから、一度甘い汁を吸えば、 離れることができないとか、なんとかかんとか言ってるんですけれども、それよりもやっぱりお金積んででもビヨンセに来て欲しかったんでしょうね。で、さらにビヨンセは、そういったあの政治家の、しかももしかしたら大統領になるかもしれないっていう人の、その公の場に出るってことは、もう私は身の潔白よっていうことを案に示してるので、多分 DD は一人逮捕されて、それで手打ちかなって、 いう流れになってますよね。アッシャーとか、その有名な黒人のミュージシャンもいますが、彼も出てましたもんね。なんか、えー、この人たち出ていいのっていうぐらいの噂、もうドス黒い噂が、もう、すごいことになってるのに、堂々と出てきて、それも政治家、しかも次期大統領かもしれないとか言われてる人の応援に駆けつけるわけですね。まあ、これが最近起きたことで、 もう恐ろしい国だね、本当にアメリカは、みたいなことで、ちょっと思いました。それから DD のバッドボーイっていう会社に所属していたアーティストもちょっと注目されていて、まあ、その中でも当期はメアリー・ジェイ・ブライジっていうすごい女性がいたんですよね。まあ、今でも活動してますけれども、なんと彼女も今注目されてるわけです。DD の会社にいたから。彼女が一週間ぐらい前に新しい音楽を出してますね、MV も。 もうびっくりしました。こちらもすごい度胸、座ってるなぁと思いますね。D&D って今もう注目の的なのに、もうそこにもう重ねて自分の音楽を出していくるっていう。で、彼女はものすごいラップとかヒップホップにも衝撃を与えるぐらいの才能の女性でですね、ファミリアフェアっていう曲とか大好きなんですけれども、トーキーが好んで見ていた Netflix のレイジングディオンっていう えっと、ドラマがあるんですね。小さな男の子がスーパーパワーを持ってしまって、お母さんがそれに気づいてどうしようっていうような、まあ面白い作品なんですけれども、その冒頭でですね、第1話かな ?1 シーズン第1話か第2話ぐらいで、男の子がスーパーパワーを持ってるってことに気づいてですね、二人で、まあ、亡くなってしまった旦那さん、つまり男の子にとったお父さんが残してくれた、 川のほとりに佇む小屋に二人行くんですよね。行く間にお母さんが運転してるんですけれども、このメアリー・ジェイ・ブライジのファミリー・アフェアだったと思いますね。それを流して歌いながら行くっていうシーンがあるんですね。だから、あの、まあ、デイジング・ディオンの作品よりも、だいぶ前に出された曲ですけれども、とってもいい、面白い、なんかいいなと思える曲なので、メアリー・ジェイ・ブライジでファミリー・アフェア聴いてみていただければと思います。 ま、そしてあの、日本の政治はですね、やっぱり混沌としてきて、面白いなと思いますね。動きがある方が見ていて、ま、見応えがありますし、一番党期が恐れているのが大連立って呼ばれるものですよね。もしかしたら、立憲民主党と自民党が手を組む恐れがあって、そうすると、石破内閣の延命になるわけですね。だって数がすごいですからね、もしそ両方が組んだら。でもそれはですね、自民党を、 もう立憲民主党に対して売ってしまうような行為なので、まあそれやるんだったらもう潔く辞任してほしいなって思いますね。さらにその自民党の内部からも大反発がありますけれども。そして、えっと前にトッキーが比例でなんで落選したはずの人が当選するのおかしいって言ったんですけれども、あの後ちょっと勉強しまして、小選挙区こそがちょっと悪いなと思ったんですね。比例としては今、 その小選挙区っていう制度で日本の選挙を行われるんですけれども、例えば東京とか大阪とか、そういった大きな都市は、何区何区何区ってあるんですね。今回公明党の代表が落ちてしまったのは埼玉14区なんですけれども、つまり何区何区ってあるその1区の中で、一人しか立候補できないんですね。まあ、例えば東京1区とか二区とか、その、 区の中で、例えば自民党からは一人、立憲民主党からは一人、国民民主党からも一人みたいな形で出してくるんですけれども、その中で一番票を取った人が一人だけ当選する。これが小選挙区制なんですね。で、これやってしまうと、中央の党本部、例えば自民党であれば総裁である石場茂とかですね、その間にいる党役員ですよね。彼らと、 意見が合わない人を公認しないんですよね。だから自分の中で、まあ、総理の権限として、この人を公認する、この人はダメ、みたいなことをやってしまうんです。これ、小選挙区だと大問題なんですね。つまり、中央にいる総理大臣の言うことを聞く人しか上がってこれないっていう変な仕組みなんですね。これ、聞くところによると、昔の自民党っていうのは、あの、一区画、一区 2区3区区この区の中ででで名名も3名も立候補できたんですってつまり同じ自民党だけれども違う意見って当たり前ですけど人間だからあるわけですね。だからあの人こういう政策を訴えて立候補してるけど俺は違うよと俺はこういう意見だよっていうことで同じ自民党から二人も三名も立候補してたんですって。で その時にその人が言ってる政策を見て国民はじゃあ自民党のこの人、私は自民党のこの人みたいな形で入れることができた。だからとってももう議論が議論を読んで会議は紛糾しもう本当に時間がかかったんですって一つの法案通すだけでも。でもそれこそが政治家の仕事だと思うんですよね。議論することこそが。 だから昔に戻してほしいなと思いました。比例としてはですね、あの、やっぱり一人しか受からないっていうこの変な小選挙区制度のせいでですね、例えば一位当選した人、他の野党の人がですね、一位当選したと。で、二位に他の党の人が、まあ、いると。だけども小選挙区だから一人しか当選できないので、二位以下は切り捨てられるんですね。だから二位と僅差でも、 もうかなり近い票数なのに、一票でも多い人が勝ってしまうということをなくそうということで比例があるっていうことを知ってですね。あ、じゃあ比例、この小選挙区においては比例は大切だねと思いました。つまり、たくさんの人が投票しても1位、一、一票でも多い人しか、 まあ、合格できないと、当選できないということであれば、それは悲しいので、で、比例っていうのはその党、例えば自民党は自民党とか、例えば国民民主党だと国民民主党に、どれだけ票が入ったかで何人かが受かるみたいな、救い上げることができるみたいな話なので、まあそういったことならしいです。そして、比例に、比例として、 ま、合格する人っていうのは名簿が作られていて、まあ、順位がつけられてて、上から順に、まあ、この人たちが繰り上がって、まあ、落ちたけれども、比例で、まあ、復活当選だよ、みたいなことをやってるらしいです。だから、小選挙区をなくせばいいのになって、ちょっと思いましたね。ま、トーーでした。日本の政治から目が離せないぞということで、つらつら話してしまいました。まあ、皆様は今回のお話、どう思いましたでしょうかもしよろしければ、グッドボタン。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。